遅いです。交流点はこのエリアの奥にあるはずですが、壁があって進めません。他にルートはないので、どうにかしないと。早くどうにかしないと、また逃がしてしまいます。落ち着けですって。気負ってる？私が？父は殺されたんです。その仇をもうすぐ撃てるかもしれない。気負って当然です。それが悪いことですか？私の身が心配なだけ。心配してくれだなんて私頼んでません。勝手に心配しないでください。あなたは本当に幸せな人ですね。友達や親しい人に囲まれて、いつもいつもヘラヘラして。以前助けてもらったことは感謝しています。ですが、友達ぶって妙な気を回さないでもらえますか？私の心の中で何を見聞きしたか知りませんけど、私、あなたと友達になったつもりはありませんから。は？これだけ言いたいことが言える相手となら友達になれる？なんですか、そのお花畑の理屈は。そんな甘ったるい言葉で私を丸め込めるとでも？あなたって人は呆れてものも。にゃーいよ、これは上城社長代行殿ではありませんか？ご機嫌うるわしゅう。スエドさん、そこまで警戒する必要がありますかね。お互い知った顔じゃないですか。
おや、あなた怒ってらっしゃる。察するに新田君の件でしょうか。この人から聞きました。新田さんに何をしたんですか。いや、少しばかりお手伝いしただけですよ。彼の望みを叶えるために。ひいてはそれが私の望みを叶えることにもなる。利害が一致していますし、彼との関係はすこぶる良好ですよ。答えになっていません。新田さんに一体何を。進化を促したとでも言っておきましょうか。彼は力を欲していました。それもとてつもなく強大な力を。ですが、今の肉体のままでは仮に力を手に入れることができたとしても限界がある。そこで彼にイーターとの同化を進めてみました。彼は勧めを受け入れ、イーターと同化し、優れた能力を獲得した。イーターがデータを捕食して情報を蓄えるように、彼はデータを吸収して力を増大させることができるのです。その力に耐えられるよう自身の肉体を少しずつ変容させながら、急激な力の増大の影響か多少高揚状態にあるようですが、何心配はありません。そのうち落ち着きますよ。優子さん、あなたがイーターと同化した時のデータが役に立ちました。え、いや、こっそりモニターしておいてよかった。あなたの時は完全に取り込まれてしまいましたが、その点はご安心を。しっかり調整して新田君の優位をバッチリ条件付けてあります。はて、あなたは何故何を起こるのですか。彼は彼の望み通りに進化しているのですよ。あなたは彼の望みを否定するのですか。限界と不可能が支配する現実世界のように。末堂さん、あなたは理恵さんの正体に気づいていたんですか。その上で協力を。彼女の精神が人間ではない何者かであることには気づいていました。ただそれがロードナイトモンというデジモンだったとまではさすがに知り得ませんでした。付け加えるとすれば、彼女の行為には私もほとほと困り果てているのです。彼女は人類だけでなく世界そのものを破滅に導こうとしています。これは私の望みとはかけ離れている。いや、もはや暴挙以外の何者でもない。私の夢はあくまで世界の進化であって破滅ではないのですから。そこでお二方に提案です。我々は最終的な目標こそ違えど、現段階での利害は一致しているはず。ここは一つお互い協力し合いませんか。協力、あなたに。彼女がデジタルウェーブの制御に使っているプログラムは、元を正せば私が組み上げたプログラム。ゆえに私ならば造作もなく停止させることが可能です。ですがロードナイトモンさんに襲われたら、私などはひとたまりもありません。そこで
講座の目的達成までボディーガードを依頼したく、いかがでしょうか。ここは彼と協力しましょう。少なくとも今すぐにでも世界を滅ぼそうとしているリエさんよりは話が通じる相手です。いやいや助かります。それでは早速。いざ参りましょうか。私たちならきっと。
ごめんなさい。仕方なかったの。行きます。皆さん、頑張って。
行きます。皆さん、頑張って。くらえ。やりましたね。行きます。
ほほほ。